DHC は未来を担う若者を応援しています。第14回 DHC プレゼンツサガントスチャンネルはユース特集。昨年優勝した日本クラブユース選手権開幕を前に、ユースからトップチーム選手へと上がった石川選手、またユースの監督にいろんな話を聞きました。お楽しみに。この番組は DHC の提供でお送りします。海洋深層水はとてもまろやかで飲みやすくて美味しいです。口当たりがすごく良くて、他のミネラルウォーターと比べて違いを感じました。練習中だけでなく、サプリメントを飲む時も飲みやすくて助かってます。教えてサガントス先生。このコーナーでは選手に1対1でプレーやテクニック、心構えなどについて教えてもらいます。今回はユース出身の石川選手に聞きました。小学校4年生から今までずっとサガントスやっています。チームで、まあ、勝つのは大事なんですけど、まあ、自分で何ができるかって、まあ、一人で個人で、まあ、ドリブルでどこまで仕掛けるとか、前を向いてアシストできるなどを、まあ、自分の中では考えながらプレーしてました。まあ、チャレンジャー精神を忘れず、まあ、サガントスらしく戦ってほしいなと思います。田中さんと一緒にやってるんで、田中さんの、まあ、胴上げも見たいし、まあ、それよりも、まあ、みんなが
楽しく輝いてる姿を見れればもっと嬉しいです。サガン鳥栖 U15 のみんな、連覇は難しいと思うけどサガン鳥栖らしさを出して強い気持ちを持って戦ってください。あと田中さんの胴上げ待ってます。頑張ってください。君たちの先輩石川でした。続いてユースの監督にもいろんな話を聞きました。シーズン始まってから、アヤックスと、いろんな話をする機会があって、一緒に、そのアヤックス化するのではなくて、そのアヤックスのものと、あとそのものとっていうの中で融合しながらっていうところで進めてきたんですけど、それが少しずつ形になってきて、そのアヤックスの良さと、それからまた鳥栖らしさっていうところも消さないようにしながら、そこがまたこういった全国大会で、どれぐらい通用するのかっていうか、そういうところは確かめてみたいと思ってます。そうですね、去年は去年っていう感じで、僕自身はですけど、選手たちはやっぱ2連覇っていうのはすごく意識してますし、2連覇を狙えるっていうのはうちらだけだと思うんで、そういう意味では逆にありがたい状況なのかなと思ってますけど、僕自身は去年は去年でもう一回終わった話なので、本当にまた今年は今年でというところで、改めて挑戦者の気持ちでまた臨みたいなと思っています。一番は選手の将来3年後、それから5年後とか、長く見つめれば10年後とか、そういったところで選手たちがどういう選手像、どういうふうな選手になっていくのかというところを、僕ら指導者がやっぱり選手像をしっかり描きながら、その中ではそういうふうなアプローチをしながらやってると思います。U15 のところでっていうよりも、クラブとしてっていうところもありますし、まず一番はサッカーの原理原則というのがあるので、ゴールを目指す、ゴールを守る、そしてボールを奪うというものの中で、トスとしてはどういうふうな形でそれを表現していくのかというところが今しっかりと確立されつつあるので、そこをしっかりと選手たちと一緒に前に進めていっているような状況だと思っています。そうですね、でも基本的にはやろうとしていることは、我々が主導権を握ってっていうところなので、当然ボールも保持するっていうところもそうですし、当然守備になった時も、自分たち主導でやっぱりボールを奪うと、ミスマッチとか、その受け身ではなくてっていうところで言うと、そういった自分たちが主導権を握りながら常にゲームを運べるような展開ができればなというふうに思っています。やっぱりそのトップに上がったときに、どういう選手になっているのかなというのは先ほども話したんですけど、やっぱり選手の将来像というのを見ながらやってますし、僕に限らず全スタッフなんですけど、その中で、やっぱりうちのクラブの強みとしては、やっぱり小学生から、トップチームまであるというところで、何ができるかというと、カテゴリーアップだと思うんですよね。そういうところで、例えばもう中学生なら中学生でやるわけではなくて、もう高校生のゲームに出てる選手もいますし、で、逆に言うとユースの中でもルヴァンハイに出て点取った石井海星とかもいますし、そういったところでもう本当に力ある選手がそういう場を提供できるっていうこのクラブの環境がすごく一番の我々の魅力だと思いますし、最大の武器だと思ってますので、そういうところでは僕らの指導もそうですけども、この環境っていうのをすごく大事にしながら選手をしっかり伸ばしていきたいなと思います。そうですよね、本当ヒロトとかもね、そうですし、小学校4年生の時だからね、いますし、そういうね、そういう子たちがやっぱりこういうピッチにね、立とうとしている、もしくは立っているっていう姿を見るのはやっぱりすごく
僕らとしてはもう嬉しいですし、本当にこういう選手が本当にたくさん出て、まあね、本当にアカデミー出身者がもうこのピッチにできるだけ多く立てるように我々は頑張ることが仕事だと思ってますので、はい、その、まあ、それをしっかりとその使命を果たしたいなっては常に思ってます。はい、まあ、去年優勝したというところで、まあ、選手も2連覇というのを口に出してますし、本当に、まあ、僕たちは本当にその選手の気持ちと、まあ、そのやる気にしっかりと、寄り添って、僕らは僕らでしっかりと選手たちにできることを最大に発揮して本当に優勝して帰ってくれるように頑張りたいと思ってます。そうですね、まあ、一人一人 の、まあ、このレベルは、まあ、いつもよりはちょっと高いかなっていうので、まあ、それが、このレベルがやっぱりチームとしてどれだけこう活かせるか、まあ、そういうところをこう考えて、まあ、チーム作りをしてきていった中で、やっぱり、まあ、うちの特徴としては、まあ、いい守備からまあ、いい攻撃っていうところを、まあ、あるんで、まあ、そういうところを全国でも出していけたらいいなと思います。まあ、一番は、まあ、子どもたちがトップでプレーしたいっていう気持ちを持って、やっぱり毎日の練習を 100% 出せるように、できるようにこう自分たちの方からまあ、そういうアクションを起こしたり、まあ、声掛けしたりっていうのを一番考えてやってます。もちろん技術的に高くて、まあ、自分の特徴がやっぱりある選手を育てるっていうのは、まあ、プレーのところであるんですけど、まあ、それ以上にやっぱり人間としてやっぱり成長してやっぱりプロになった時にあの選手みたいになりたいとか、ああいう選手で一緒にプレーしたいっていうような選手になってほしいなと思ってます。そうですね、まあ、4年ぶりに、まあ、クラブユースの全国大会出場なんで、まあ、誰一人、まあ、経験がない中でやっぱり多分相手も予選で勝ったチームで、まあ、名の知れたチームもたくさんあると思うんですけど、まあ、その名に、臆さずもう自分たちのプレーを最初から最後まで、全力で出せるようにしていってほしいなと思ってます。この番組は DHC の提供でお送りしました。